はい、どうも、フランケンジです。今回はですね、あれです。来週、自家通販をまたやろうと思ってるんですよ。月に一回やってる。それに置こうかなと思ってる、前まで書いてた、タヌキとキツネの、ちょっと中くらいの絵のメイキングになってます。で、冒頭、前置きめちゃくちゃ長くなっちゃったんですけど、前置きの映像が、京都に遠征に行ってきたので、それの、3日間行ったんやけどね、遠征行ってその前日の観光部分だけの、について語る動画になってます。はい。いろいろ行ってきたんですけどね、思い出が多すぎてね、3本ぐらいになっちゃうんじゃないかな、この語ることが。っていう感じの動画になってます。もう冒頭これ何の動画やねんみたいな感じで早速になってますけど、最後までお楽しみいただければ幸いです。はい。で、京都はね、もうめっちゃ朝早く出て、もう会社3時からお手伝いです。をさせてもらう予定だったんですけど、それまで観光しようと思って12時ぐらいに現地に着くように朝早く新幹線で出て京都へ向かいました。はい。で、途中ね、食べたシューマイ弁当でお腹いっぱいになってね、はい、シューマイ弁当のね、からしが暴走して、映像だと優雅に撮ってるんですけど、からしと醤油がね、暴走してね、醤油垂らしたら、箱の底から出てきて、ちょっとね、てんやわんやになってましたね。あと、からしが、捨てたゴミ袋の周りにペッてついてて、ゴミ袋に手突っ込んだ瞬間に手中に、からしがついて、猛威を振るってましたね。はい。つう感じのてんやわんやな、京都遠征でしたが、無事、京都に着き、うん。で、一番最初に行ったのはね、清水寺なんですけど、清水寺のね、映像結構もうがっつり撮ってきたんで、がっつりちょっと今回見せたいと思います。で、こんな感じになってるんですけれども、まあ、これなんかね、最初、遡っていくんですよ。で、修学旅行生めっちゃくちゃ多くて、海外の人も多かった。で、これが遡ったところにある清水寺の、第1号の、この赤いポッってやつなんですけど、で、終わった後に、このなんか、本堂っつうのかな、踊り場みたいなところに出て、まあ、この京都の街並みがね、こう一望できるんですよ。でもね、このね、桜が微妙にまた咲いてて、この緑の中に点在するピンクがめちゃくちゃ綺麗でしたね。で、本当はちょっと工事中やったんですけど、それでもね、結構ダイナミックな感じで、楽しめました、普通に。はい。で、緑もね、綺麗だったんでね、がっつり撮ってきちゃいました。はい。で、一通り歩き回って、なんかね、そう。あ、これまだ緑撮ってる。これ本当、踊り場のところ下から撮ったところです。足場がまあいいっすよね。で、これ、なんかなんだっけ、まんじゅう食いました。で、なんかこの、坂を下って帰った感じですけども、道中ね、いやね、てかね、修学旅行の時に、一回行って、中学だったかな。中学だよな。うん、行って、清水寺行ったんだけどね、正直いまいちピンとこなかったよ。なんだけど、この年になって行ったらね、なんかね、やべえなと思って。何これ、もうめっちゃええやんみたいな。桜が咲いてんのが良かったし、めっちゃくちゃ天気良かったんですよね。なんか知んないけど。で、快晴の中に、こう、開けた空間の中に、まあ、緑、綺麗な緑がバッとあって、桜が点在してて、その中に赤い、迫力のある門とか、なんつうんだろう、小次郎堂みたいな、なんか塔。がポーンって立ってるとね、迫力ありましたね。うん。うおー、でもこれ入り口の段階で俺高まりまくってましたもん、はい。いやー、よかったなー、清水寺。あんなに感動すると思わなかったな。うん。で、なんかね、中に、お金払って中に入れるんですけど、中に入ったらね、なんかその、
まあ、お仏像さんにこう こうお祈りするところもあったり、なんつったらいいんだろう、まあいいやところもあったり、なんかね、弁慶の武器みたいな、 なんか重いものを持ち上げるやつとかって、修学旅行生をかき分けて俺はこう一人で持ち上げて遊んでたんですけど、あとね、縁結びの神社みたいなのあったんで、一人でワイワイ行ってね、おみくじ聞いて帰ってきました。はい大吉やったんよ、それが。めちゃくちゃ嬉しい。今んとこ全くないですけどね、そんな気配は。はい。つう感じの、あれでね。いやー、楽しかったな、キャミツラ。なんか3つね、ちょろちょろ、滝つうかなんか、あって、それを、ひしゃくでこう組んで、なんだっけ。お金、恋愛、なんとかみたいな感じの、どれか叶えよみたいなやつはね、すげえ、旅行、観光客が並んでたんで、さすがにあれは断念して帰りました。うん。ちょっと、もっとね、回りたかったんで、普通に。うん。この街中をね、一応この後、清水寺を出て、清水寺を起点に北上して、都メッセまで行こうみたいなプランで考えてたんです。で、その道中は全くノープランで、ぷらぷら散歩しようと思ったんですよね。で食べるところも予定してたんですけどね、そこはね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃっててダメでした。で、道中、なんか坂下ったところに、なんかね、茶碗坂だ、下ったところに、なんかね、扇子の店があって、めちゃくちゃこの部屋暑かったんで、なんかね、一個買おうと思って店内入ったら、なんか店員さんがね、めちゃくちゃ乗りよくって、これおすすめっすよ、みたいな感じで、なんか、これ私大好きなんです、みたいな感じで、あ、じゃあそれください、みたいな感じで、で、ついでにYouTube 用に絵も撮っていいですかって言ったら、もうぜひぜひみたいな感じで許可もいただいたので、今、がっつり載せさせていただきました。茶碗坂を、清水寺出てすぐのところにある、センスの店なんで、ぜひ行ってみてください。はい。でね、そう、俺、道中ね、今回から、なんか知んないけど、サンダルで生活しようと思って、靴下という概念から、俺は、靴下という概念を捨てようと思って、今回全部サンダルで行ったんですよ。今ちょっと映像ペッて映したくるんですけど、まあいいサンダルではあるんですけど、そこが全然慣れてなくって、がっつり水ぶくれになりましたね。めちゃくちゃ痛かった。いやー、でもね、気持ちいいね、サンダルって。うん。で、なんか、道中ね、その八坂神社だっけに、ぶち当たって、で、まあその当時もね、なんかね、スタバのなんかスタバがね、すごい和風であったんですよ。とかね、街並み、石畳のね、街並みがめちゃくちゃ綺麗で、やっぱね、建物の作りが、でも街並みがね、出来上がりすぎてて、ディズニーランドがここみたいな。いや、京都すげえなと思って、うん。で、八坂神社について、なんかいろいろ中の門見たり、なんか途中屋台でなんか食ったり、なんかね、池みたいなのあったんで、そこの周りをね、うろちょろしてたりしたらね、鳩がね、イチャついてたんですけど、イチャついてるとこ可愛いなと思って撮ってたら、池、そいつら交尾始めたんで、映像ストップしたんですけど、絵的にちょっと面白いんで、この動画の一番最後にしれっと置いておきます、その映像。見たい人は見てください、交尾しようとした瞬間に俺、焦ってビデオ止めてるんだけど、それをね、今回の動画を締めくくりましょう。はい。で、なんかね、今回ね、ゲストハウス、じゃない、都メッセに行って、まあ、作業を終えたい。まあ、お手伝いしただけなんで、あれなんですけど、で、終わった後、ゲストハウスそこ帰って、なんですけど、ゲストハウスもね、ちょっと今回、よくって、映像ちょっと載せよう。作りが、まあ、古民家みたいな感じで、雰囲気がすごい良かったし、で、なんかしないけど、白い、柴犬がいて、めっちゃ可愛いし、なんかね、交流会でね、パーティーでめちゃくちゃ楽しくなっちゃってね、ちょっと盛り上がっちゃったね、それについては、ね、ちょっと次の動画で話します。いろいろあってめちゃくちゃ楽しかったんですよね。いや、今まででこんなにね、いい雰囲気のゲストハウスは初めてでしたね。うん。いやー、それについてもちょっと楽しみにしてみてください。はい。いやー、もう全然語りきれねえな。いや、このね、イベント、これからまだイベントあるし、次の日もね、まだあるんですよ、いろいろ。
語りたいことがいろいろあるんですけど、まあ、ちょっとそれは次の動画で話したいと思います。というわけでぼちぼち完成ですけれども、この雰囲気良くないですか、このキツネとタヌキの。今回なんかねちょっと気に入ってます。この下の処理も色鉛筆全部やってるんですけど、やっぱねこの色鉛筆変えたのが俺的にすごいでかくって、すごく本当にねこれノリがいいんですよね。で気持ちよく描けました。はい、つうわけでぼちぼち完成ですね。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは。